皆様こんにちは。本日は専属デジタルミュージック&アーツプロジェクト2022にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は音楽音響デザインコースの運営を担当しております森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、このデジタルアーツ、略称でデジタルアーツというふうに呼んでいる講演なんですが、毎年ですね10月に開催しているイベントで、この特徴としましてはテクノロジーを用いた音楽とそれから視覚表現ですね、こちらをテーマに学生の作品を披露させていただいております。で、今年はですね8組の学生の作品を発表させていただくことになっております。内容としましてはまずモーションキャプチャーですね、昨年度に引き続いての演出というふうになりますが、こちらを用いた作品、そしてメディア系のプログラミング作品ということで、こちらにですねスクリーンがありますが映像と音とですねこちらをプログラミングで作ったような作品、それから皆様の客席を囲むように今6チャンネルのスピーカーがあります、マルチチャンネルを用いた作品、それから DJ パフォーマンスやあと目玉としましたダンスコースとのコラボレーション作品がございます。こちらの盛りだくさんの内容となっておりますので学生たちの日頃の成果をぜひお楽しみください。そしてステージ転換時には私の方で学生たちにインタビューをですねしたいと思いますので、そちらもぜひ合わせてお楽しみいただければと思います。そして今年度もですねコロナ感染の影響がございますので今ご来場いただいている皆様は大学の関係者のみということになっておりますので、多くの皆様には今配信の方でご覧いただいております。配信でご覧いただいている皆様もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速最初のパフォーマンスを披露させていただきます。渡瀬のボカロ劇団の皆さんです。お楽しみください。Bye.
そうして女の子はフラを探しに行くのでした。
信じていること見ているもの全てが嘘だった。落ちていくこと感じるもの間違っていたけれど、これでも私は信じる。私はくるくる渡瀬のボカロ劇団の皆さん、ありがとうございました。それではですね、こちら今下の方でね、この作曲者の少々さんにお話を聞いていきたいと思います。じゃあちょっとマイクもらってね、下の方にこちらスポットが当たりますかね。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。まずですね、パフォーマンスね、今終わって、感想はいかがですか？そうですね、やはり日本に来て、専属に入っていろいろ想像できないほど可能性ができて、本当に感動しています。感謝しております。わかりました。それで今ね、ステージ上は、少々さんと、それから演奏系のね、コースの皆さんで、クラリネットのリュウさんですね、それからバイオリンの三谷さん、それからピアノコースの瀬沼さんですね、3人の学生の皆さんに協力していただきましたが、プログラムを見るとそれ以外にも本当にたくさんの学生の皆さんが協力してね、この作品を作っていて、で今ちょうど片付けをしていますが、このモーションキャプチャーの、バーチャルキャラクターの映像ですよね、これはまたね、本当に多くの学生がね、関わってくれてますね。ちなみに今ダンスをこう、キャラクターがしていましたが、それはダンスコースの学生さんですね。その方がモーションキャプチャーを使って踊ってくださって、そのデータを使って今キャラクターを動かしてたということですかね。そうですね、はい、わかりました。で、少々さんはこの作品の、作曲はもちろんなんですけど、いわゆるそのこれを すごくストーリー性があるじゃないですか。で、そういった物語も含めて全部少々さんがやられてることなんですかね、これは。そうですね、はい。もともと、入学前からね、すごくこう、ボカロに興味があって、こう作品たくさん作られてるみたいですけども、ボカロのその楽しいところとかね、何か興味持ってる部分とか何かあったら教えてください。そうですね、これはと多分分かりにくいかなと思いますが、やはりボカロが好きな人の中はちょっと小説のようにボカロを使ったらこの完全に空想的な世界をできるようになります。つまりボカロが自分の曲に入って空想の世界を使うという作るという意味で楽しいさになります。僕の曲は、すみません、僕の曲は2曲もちょっと夢世界のこの、主題がありますね。これはちょっとボカロの力を使ってこの世界はだんだん豊富に素晴らしい世界になりたいですから、だんだん曲を作ると思います。そんな感じです。ね、全体的にはすごいこうファンタジーの、こう世界観なんだけど、ちょっと危うい世界観というかね、すごくこうなんていうの、興味深い、こうもの部分が、あると思うんですが、少々さんの作品は、去年あれですね、
この本コースのオーケストラを使ったコンサートがありますが、そこでもやはりボカロをね、はい、披露されて、今はこう生楽器と、はい、生楽器の演奏と、それからこうボカロっていうテーマで作品作られてる感じなんですかね。はい、やはり僕はちょっとどう言いますか、あのクラシックが好きで、うん、でもちょっと残念なことはボカロの、あのこの本格、うん、あのベートーベンみたいなこの競争曲と、あのあのこのあの生かあのオーケストラと、うん、オーケストラとのこの作品はあのとても少ないかなと思います、うん、でも専属はやはり音程要件で採用されたら、このあの夢が実現するか、うん、このが可能になりますから、うん、頑張っています。ちょっと要告として、うん、要告として、うん、あの今はあのバイオリン、あのコンチェルトを作ります。ミクとバイオリン あのコンチェルトです。もし採用されたら、あの頑張ります。そうですね、あのでこのイベントもそうなんですが、やはりオーディションがあってですね、それでこう選ばれてこう、ね、出演するんですよね。なので、まあ、2月 そのオンデオケミュージックデザインシンフォニックオーケストラですね、ここで少々さんの作品が選ばれればできれば今度はボカロとバイオリンコンチェルトっていうね編成でできるようになるっていうことですかね。なるほど。ちなみにあれですね、渡瀬さんというのは少々さんのアーティストネームっていうことかな。そうですね、実はもともとボカロ P はみんなボカロ P の名前がありますからちょっと考えました。もともとはエリオストですが、これは読みにくい、あ、読めない名前ですから、ちょっと日本語の名前を考えました、うん、あのずっと僕と世界の関係を考えてますから、私と世界という渡せに なりました。そんな感じです。なるほど。すいません。少々さんは台湾、ね、ご出身ですね。はい、台湾から来ました、うん、ですから、じゃあ台湾にそのいた頃、今2年生なんですけどね、はい、台湾にいらっしゃった時から、じゃあそういうボーカロの活動をされていて、あの時はあの始まるぐらい、ね、ぐらい、はい、うん、それでじゃあ今は渡瀬というボカロ P ネームアーティストネームで活動されていると、はい、そうか。じゃあ今日も配信をしてますから、きっと渡瀬ファンの方がきっとね見てるかもしれないですね。うん、かもしれません。じゃあね、今後もぜひ、ね、制作の続けて、はい、頑張っていってください。はい、頑張ります。はい、渡瀬さんでした。ありがとうございました。はい、それでは次のパフォーマンスですが、雷清照さんのパフォーマンスです。お楽しみください。
はい、それではですね、来聖書さんにお話を聞いていきたいと思います。まずお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、すごいね、こう迫力のあるこう音と映像のパフォーマンスでしたが、ありがとうございます。まず感想はいかがでしょうか。疲れました。疲れました。そうね。まあ昨日からね、リハがあってね、ずっとギリギリまでこう調整していたんでね。はい、
かなり精神的には辛い面もあったかもしれないですが、はい、でもねすごくうまくいっていたと思います。はい、はい、で、ライ君ですが、はい、まずライ君のこの音楽音響デザインでの専攻とか分野は何ですか？録音です。そうなんですね。このライ君は録音を専門に学んでいるんですが、1年生2年生今2年生ですよね、はい、うん、このだから1年半ぐらいでこういったそのプログラミングを使った音と映像の、ね、はい、表現の勉強したり、あとは作曲も学んでますかね、はい、うん、そういったことをこう複合的に学んで、作ったこう作品ということですよね。そのようです、うん、でプログラミングという話を、ね、今しましたが、はい、簡単にそのどういうプログラミングをツール使ったのかちょっとお話してもらっていいですか？はい、動画は映像は全部 MAX というプログラミングを使っていて、音は全部 Ableton Live という DAW を使っていました。音については、はい、そのなんていうかな、シンセサイザーですよね、ほとんどね、はい、うん、これはプラグインを使ったりということ、それとも何かアナログのものを使ったりとか？そうですね、アナログのモーグというシンセサイザーを使って、うん、そのかっこよく使わせていただきました。なるほどね。今回ね、どっちかというと映像の方が多分すごい大変だったんじゃないかなというふうに思うんだけども、はい、その映像の制作で、特にこう大変だったとか、はい、工夫した点とかあったら教えてください。そうですね、自分のパソコンのスペックがあまり高くないため、結構落ちています。重くてパソコンが足りきれなくて、ギリギリまでやっていました。そうですね、プログラミングを使ったその映像の生成というのはいろいろやり方がありますけど、はい、今日はこれステージをリアルタイムでね、はい、書き出しをこうしているので音と映像がこうインタラクティブに反応するっていうのがね、はい、こう多分見どころだと思うんですけどね、はい、そういった意味ではちょっとこう本番中心配だなっていうようなそういうリスクがあるという感じですかね、はい、それでもマックスの楽しさです、はい、わかりました。じゃあ、ね、ぜひまた制作続けて頑張ってください。ライ清楚さんでした、はい、ありがとうございました。はい、それではですね次の作品に入りたいんですが、次はチャ・ボムウソクさんの作品です。でこの作品はですね、冒頭に申し上げた6チャンネル の, そのマルチチャンネルの作品です。ですから会場の皆様は客席をこう取り囲むように今6チャンネルございますので、そこから音を聞いていただいて、マルチチャンネルですのでやはり音像の移動であるとかですね、音の空間性の表現ですね、こういったものをぜひ注目していただきたいと思います。そして配信で今お聞きいただいている方々はこの6チャンネルのデータを2チャンネルに変換してですね、バイノーラルデータとして音声データとして送信するということをしていますので、ぜひヘッドフォンやイヤホンでですねお楽しみいただければと思います。それではお楽しみください。
はい、それでは作者のチャ・ボムソクさんですね、はい、お話を聞いていきたいと思います、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、今チャさんはあれですね、舞台のその上手の方で、あ、そうです、ね、あの曲のデータの方を再生、ね、今回していただいたということで、はい、自身はあれですね、今のこう演奏を客席でちょっと聞けなかったのね。あ、そうですね。非常に残念な部分なんですが、まあ、リハーサルでね、はい、実際にどういうふうにここで聞こえているのかっていうのはね、あの体験したと思うんですが、そのあたりも含めて、はい、その感想というかですね、うん、何か聞かせてもらいたいと思います。やっぱり2チャンネルとして作品を聞くときより、作品のステレオ感やあの立体感などがもっとよく伝えられて、良かったと思います。あのマルチチャンネルというのは、ね、もちろんチャンネル数もいろいろありますしね、はい、あのフォーマットも、まあ、たくさん、まあ、あるわけですよね、はい、で今回は、まあ、6チャンネル、まあ、6.1 チャンネルですね、サブウーファーも含めて、はい、使っていただきましたが、その空間表現に関してはどんなそのソフトを使って、ね、実際に作業したんでしょう。基本的にはエイブルトンライブという DAW を使いながら、その中にあるあの MAX のエフェクターや、グラニュラシンセサイザーなどといろいろ音の変調をすることができるソフトウェアを使いながら、新しい音を作りました。あの、まあ、チャさんの、ね、作品の場合は、まあ、ジャンル分けをするならば、ね、はい、電子音響音楽といって比較的アカデミックな、ね、そうですね、あの電子音楽ということになると思うんですけどね、はい、
まず曲を作って、でその後におそらく空間の表現っていうね順番になりますよね。はい、で今回はじゃあこの6チャンネルを使ってね、はい、なんていうとこうどういうふうにどんな素材をどんなふうにこう配置するとか、そういう何かアイデアっていうのをおっしゃったりしたんですね。そうですね、素材としてはあのピアノの音やあと、水の音などの6チャンネルとしてその音がその回るようにする演出を、表現しようとしました。はい、あの冒頭のねピアノの、はい、まあ、フレーズというかピアノの音を素材にした、音響素材ねありましてね、はい、あれがすごくなんかこう印象的で一番こう曲を聴き終わった後にこう、ね、耳に残るというかね感じなんです。あれはどういうふうにどんな技術で作った音なんですか。そのピアノの音も、グラニュラシンセサイザーとして、その中であの音をすごく細かい綺麗に分けて、その分けられた音を、また変調して、またあのいろいろな、モジュレーションなどを使いながらかけながら、はい、質感を作り出しました。うん、そうですね。あのね今お話にあったそういうグラニュラシンセスですかね。そうですね。あの今いわゆるその音の合成方法の一つではあるんだけども、はい、あまりポピュラー音楽とかねそういうものではそれほど使われないですよね。そうですね、うん、ですからこういう電子音楽は実験的な作品の中でね非常にこう使われるものっていうことでしょうかね。はい、今回じゃグラニュラシンセスをほとんどあれですかメインで使ったような。そうです、主にグラニュラシンセサイザーを使いましたということですね。はい、なるほど。それとあとその空間の表現ですが、はい、あのこれいくつかやっぱやり方があってね、例えばプログラミングで、音をこう動かしていくっていうんでしょうかね、音の位置を、はい、例えば回転させるとか、ね、上下に動かすとかってこともあるんだけど、はい、茶さんの場合プログラミングではないのかな。そうですね、プログラミングではなくて、全ての作業が DAW の中で行われました。まあ、実際にじゃあスタジオで音を出しながら一つ一つの音をこう自分でイメージして位置をねそれで動かしたっていう感じなんですかね。はい、そうです。うん、なるほど。あのまあ茶さんもね MAX とかね多分ね使うんですよね。はい、ですからまああのまた今度プログラミングでねぜひねこういったことを調整してもらったらいいかなというね思いますね。はい、わかりました。それでは茶さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次の作品、これが前半最後の作品になりますが、こちらもですねマルチチャンネルで6チャンネルなんですね。まあ先ほど茶さんのお話にありましたが音をどうやってこう動かしていくといった部分で、こちら今度プログラミングを使って音像をこう移動させるということなので、そちらをお楽しみいただければと思います。タイプ A2B の皆さんです。
はい、ありがとうございました、タイプ A2B の皆さんですね。じゃあお話を伺っていきましょう。はい、まずお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、でお二人、ね、それぞれ、矢崎慎吾さんと松原純也さんですね。矢崎です。はい、松原です。はい、まずじゃあお二人感想ということで一人一人伺っていきたいと思いますが、いかがでしたかパフォーマンスは。新しい試みだったので、まあ、どういうふうに映ったのかっていうのがすごい気になったんですけど、まあ、リハーサルでもうまくいって、まあ、今回もミスなくできたので
皆さんにいい音楽を届けられたんじゃないかと思っております。そうですね、本当にもう構想段階からこんなのできるんだろうかみたいなアイデアをどんどん積み重ねて作っていったので、なんかちゃんと今日これで動いて発表できたっていうのがすごいまず嬉しいなって思います。でまずお二人 その役割ですね、それぞれこう二人いらっしゃるんで、そのあたりも聞かせてください。まず、自分が作曲をしまして、その時は、ステレオ普通のスピーカーの感じで、まあ、作品を作って、でそこから、まあ、こう今皆さんが聞いていただいたように、なんか後ろからも横からも音が鳴るようにっていうアイデアを出してっていう、まあ、アイデア出しと、まあ、作曲っていうのが自分の主な作業でした。はい、でこの、まあ、もらった曲とその、まあ、アイデアとかを聞いて、じゃあ今度はどうやって6チャンネルに配置するのかっていう設計とか、まあ、プログラムで今度映像をどういうふうに作っていくのかって、そのアイデアを聞いたもとにこういうのはどうだろうってどんどん自分で素材を作ったりとか映像を作るプログラムっていうのを自分は担当しました。なるほど。じゃあ、まあ、大きく分けると作曲と、あとは映像、あとプログラミングが松原さんというのは、まあ、そんな感じですかね。はい、でまあ、この空間の表現に関しては今言われた通りね、プログラミングでこうやっていたということなんで、多分曲の一番最後の音がこう音像が回るシーンかな、あれは、ね、すごく効果的でした。2人は、ね、外にいるから聞こえないんだよね、あの音がねそれはすごい残念なんですけど、とてもうまくいっていたんじゃないかなと思います。うん、あと映像に関してですが、音と映像 の、 そのインタラクションっていうのかな、その部分に関してはどうでしょう。そうですね、まあ、前半はあまり大きく変化をつけすぎないっていうのがテーマとしてあって、そのアイデアをもとにその最初はその音 の、 そのキックのタイミングとか、そのキック何回に1回映像を出すかみたいなところをちょっと調整してみたりとか、その音量によって大きさが変わるってものをちょっと作って、まず前半はそれを作って、後半 の、 その一気に曲調が変わるところからは そ、 のそれ以外の素材とか音に反応するいろんな素材っていうのを用意してあげて、それをその速いビートに合わせて、速いビートのアタックに合わせてどんどん切り替えるっていう部分をプログラムで作りました。やっぱりあれですね、音と、ね、映像のリンクというのがすごく分かりやすい部分というかな、ああいうものがこうすごくダイナミックに、ね、こうパフォーマンス自体をしていくので、とても、ね、効果的で、あと、まあ、パフォーマンス自体も非常に完成度が高かったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。タイプ ASB の皆さんでした。はい、それではこれで前半終了となりますので、これより15分間の休憩に入ります。
to kick drum. Do you want a 909 or an 808? Let's do a kick drum.
かの全てスペイン叶わないと思ったらすぐにスケイン全校旅行そこ全てを投げ出して夢のようなロゴ連れ出して宿題とかなんて熱くに置いといてスタッフが出発してから考える日になって雲抜けた空の上二人だけの場所に付けマジなんだんだ分かってない大人になんてなりたくなかったのに勝手になってた気づいたらなっていた息づいたら待っていた見抜いたら勝っていためんどいなあ yeah, yeah, 君と言いたい君の何も気持ちすらも真面目に知らないや日々の実態君の理内一期一会何も一回、yeah、君がいないとか頑張らないとかそんなの頑張れない君と中の果てまで大心の中大渋滞後悔とか全然ないでも燃料を少しもらいこの先もずっとフライでも君と一緒にいたい夢に入れたノックスレッドスペイス叶わないと僕からすぐにスケイン全校旅行走行全てを投げ出して、yeah、夢のようなロゴ連れ出して宿題とかなんか地球に置いといて行き先とか出発してから考える日になって雲抜けた空の上二人だけの場所にスケイン。どれだけの時間が経ったのか次はどこの星に行こうかまだ飲めないみかんジュース大体の I love you 口ずさむドリンファソー蓋を開けて宝石箱 I wanna escape with you I will call everybody to Nobody know where you go 一番遠いとこノックスレッドスペース叶わないと思ったらすぐにスケイン天候旅行走行全てを投げ出して、yeah、夢のようなロゴ連れ出して宿題とかなんて地球に置いといて行き先とか出発してから考える日になって雲抜けて空の上、yeah、二人だけの場所にスケイン Oh 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 ちっちゃい頃から夢見たボンサー足元にも及ばないと思ってただけど気づけばもうそこにボンサー Yeah ボンサー I'm a ポップスター歓声浴びる俺まるでボンサーレッド壁と歩く夢見てたでも気づけばもうそこにボンサー Yeah ボンサー頭からつま先までボンサー立ち姿では画世界のスーパースター乗るのはもちろん世界中のスーパーカー頭はモフモフまるでチューバカ Yeah, that's new shit て稼いでく money フォロワーも増えていくよいつの間に俺ばかで埋め尽くされてく街プライベートはお断りだパパラチアマポスターちっちゃい頃から夢見たポスター足元にも及ばないと思ってただけど気づけばもうそこにポスター Yeah, ポスター I'm a ポスター歓声浴びる俺まるでポスターレッド壁と歩く夢見てたでも気づけばもうそこにボスだ Yeah ボスだ Cause I'm better than Michael Jackson and Joplin プライベートジェットで移動するなどが特に誰の手も届かなくラジオクに勝てるならぜひ聞かせてくれ僕に Yeah 上がってくバイス求められないそんなもんじゃ例に勝てるわけがなくない
前はサイコパリ、隣にはハニー、二人で行くよ感性の呼吸マニア。マポプスター、ちっちゃい頃から夢見たポプスター、足元にも及ばないと思ってた、だけど気づけばもうそこにポプスター。 Yeah ポプスター、 I'm a ポプスター、感性浴びる俺まるでポプスター。絵と壁と歩く夢見てた、でも気づけばもうそこにポプスター。 Yeah ポプスター。ダンスコースの皆さんです。小さい頃から夢見たポップスター、足元にも及ばないと思ってた、だけど気づけばもうそこにポップスター。 Yeah ポップスター、 I'm a ポップスター、歓声浴びる俺まるでポップスター。レッド壁と歩く夢見てた、でも気づけばもうそこにポップスター。 Yeah ポップスター。はい、塚田寛人さんとそれからダンスコースの皆さんありがとうございました。それでは塚田さんとそれからダンスコースを代表して、磯部さんですね、お二人にお話を聞きたいと思います。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、まずね、塚田さんは、はい、まあ、今回作、まあ、楽曲の制作とそれからパフォーマンスね、はい、だとやっていただいて、まだ1年生ですね、はい、入ったばっかりでこれだけ堂々とパフォーマンスをするというのはね、まずすごいなと思いましたけど、ありがとうございます。感想はいかがですか。はい、自分としてこのダンスコースのコラボっていうのはすごい大きいもので、やっぱり動きを取り入れるっていうのは目の前にいるお客さんにも臨場感を与えるすごいいい一つの材料だと思っていて、それをここの場を借りてできることが本当にいい体験だなと思いました。すごい躍動感が良かったと思いますが、はい、じゃあ磯部さんも、まあダンスコースで、ね、皆さんということで参加していただいたんですが、感想をお願いします。こうバックダンサーとして舞台に立たせていただくのが初めてだったのですごい緊張したんですけど、まあ、実際塚田さんの生歌で踊ることができて本当に楽しかったですし、とてもいい経験になりました。ありがとうございました。はい、あんまりこういう経験はダンスコースの方も実はないんですかね。そうですね、バックダンサーとしては初めてでした ね。そうですか、はい、今ね塚田さんもそうですけど、DJ とかヒップホップ系の学生が音ではこのコースは増えてるんですよね。ですから、まあ、今後はじゃあこういうコラボレーションがもっとたくさんできるようになるといいですね。はい、それで、今回ねどういうこう何て言うんですかね、経緯というかのやり方で例えば振り付けも含めて進めていったのかちょっと聞きたいんですけども、まずは曲を。そうですね、曲自体はだいぶ前から着々と進めていて、はい、でこのダンスコースのコラボが決まった時にダンスのソロパートを作りたいってなった時にまたちょっと試行錯誤してちょっと曲を変えてちょっと曲ちょっといじったりしてっていうものがあって、まあその集大成がこの曲だったので自分の大学の奇跡ですかね、なんかいい感じにまとめました。1曲目の振り付けは磯部さんなんですよね。はい、やらせていただきました。ですから、じゃあ塚田さんのその音源をまずもらって、はい、でそれから振り付けをしながらその後はあれですか、そういう調整みたいなことっていうのはお二人方があったんですか。そうですね、実際に入っていただいてこうしてほしいっていうところは塚田さんにお願いして調整してもらってって感じでした ね。 あ、なるほどね。はい、ね、ダンスコースの方はもちろんダンス専門でねこうやられてるから振り付けも含めてよくやられると思うんですけど、塚田君は歌はあれですか、ダンスはあれですか。あ、僕この見た目なんですけど、はい、ダンスできないですよなんかねできた方がかっこいい見た目なんですけど、今踊ってましたけどね。あ、なんか乗ってました、はい、楽しくやりました、はい、でじゃあまたね引き続きこういうコラボレーションを通じてですね、まあ、音楽音楽デザインコースダンスコースね、ぜひやっていければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、それでは次のパフォーマンスで、植木絵里香さんですね、ダンスミュージックのパフォーマンスになります。お楽しみください。
はい、植木絵里香さんのパフォーマンスでした。はい、じゃあお話を伺っていきましょう。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、で植木さんは実は昨年もね出てくれて、はい、1年生の時かな、はい、2年生です ね、 それでその初めての DJ パフォーマンスをここで披露していただいて、その時はアナログの確かターンテーブルに使っちゃうんだけど、今年はなんかシステムがだいぶ違うような感じですけど、ちょっとそのあたりについてお話ししてもらえますか。はい、去年は DJ パフォーマンスとあと作曲も自分でもちろんやって出たんですけど、ちょっと今年は変わった感じにしたいなと思って、まあ、作曲はもちろんのこと、パフォーマンスはちょっとコントローラー別のものに変えてやってみたり、あと映像も一から自分で作ることに挑戦しました。はい、まあ、もちろんそのなんて、まあ、DJ パフォーマンスというか、なんていうのかな、こう、まあ、ダンスミュージックとして、ね、今回、ね、応募されたのでね、はい、うん、 まあ、そこにコントローラーを使ってっていう感じですかね。はい、でパフォーマンス自体はいかがでしたか、今やってみて。そうですね、うん、割ともう本番前まで全然ちょっと決まってなくて、間に合うかどうかとか結構失敗しないかなとか不安だったんですけど、うん、結果的にうまくできたのですごい良かったです。はいはい、今回映像がね、はい、植木さん自身が作っているということで、これも初めて今年ね、はい、トライしたんですが、で、まあ、でもすごく映像も、ね、もちろん曲に合っていたし、まあ、インタラクティブに少し動いているのかな、音にリンクしてますよ ね、はい、そのあたりを聞かせてもらえますか。はい、デジタルアーツに出ることになってから、その映像を作るタッチデザイナーっていうソフトをもう本当勉強してなかったので、ゼロの状態から、まあ、音楽に合わせて動くようにだったりとか編集も自分でやったので結構頑張りましたね。そうですよね、はい、まあ、ね、去年 DJ 始めて今年映像始めて、ね、映像来年は何やりましょうかね。来年は何やりましょうかね。ね、今後ね、ぜひまた期待します。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、植木さんでした。はい、ここでですね、今回この演奏会ライブを支えてくれているスタッフの、ね、学生のお話をしていきたいんですが、音楽音響デザインコースはやはりコンテンツ制作が中心になりますので、まあ、作編曲の学生だったりですね、まあ、録音の学生というものが、まあ、まあ、中心になって今います。そして4年生は今、音響 PA ですね、学生が、まあ、最後の年になるんですが在籍していて、あとはメディアコンテンツ、まあ、映像系ですね、こういった構成になっているんですが、こういったコースの公式イベントライブということになりますと、まあ、運営、企画運営ですね、まあ、裏方という言い方は良くないのかもしれませんが、そういった部分も、全て学生の力で、やっております。ちょっとご紹介させていただきたいんですが、まずは音響ですね、後ろの方に今陣取っていますが、今回は音楽音響デザインコースと、あとは音楽環境創造コースからですね、今後チームでやっていただいています。それから今日大活躍している映像ですね、映像チームも学生の皆さん、音楽音響デザインの学生の皆さんです。あとはマニピュレートといいまして、まあ、音源の再生ですね、これはまあ映像等との同期の部分をしている、まあ、非常に重要なパートなんですが、ここもですね、学生のチームが担当しています。そして、先ほどから申し上げている配信ですね、まあ、最近配信というのもただこう配信すればいいだけじゃなくて、コンテンツとしていろいろ工夫してですね、まあ、映像等も作っている、まあ、配信チームの皆さん、それから最初のパフォーマンスですが、モーションキャプチャーですね、ボーカロイドの作品がありましたが、そこで活躍したモーションキャプチャーの制作チームの皆さん、そしてあとは広報ですね、これもイベントごとには非常に重要なものなんですが、こちらを担当してもらっています。そして音楽環境創造コースですね、こちらからはもう今の2作品でもですね大活躍していた照明のチームの皆さんですね、1年生の方も参加していただいています。それからまあ、このイベントをですね、ライブを取り仕切ってくれている舞台監督、制作の学生の皆さんですね、こういった皆さんの協力、学生の力があってこのイベントが今開催できております。ぜひ大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではお待たせしました、次のパフォーマンスに入りたいと思います。
鍋谷典人さんのダンスミュージックのパフォーマンスです。
はい、鍋屋のりとさんのパフォーマンスでした。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。まず、ね、まあ、パフォーマンス終わって感想を聞かせてください。そうですね、僕はこういうエレクトリックな音楽ジャンルをライブとかも全然経験がなくて、何でしょう、入学当初からこういう曲を作り始めてたわけではないので、それなりに何だろう、本物っぽいものといいますか、そういうものをなんかライブという形で横皆さんにお客さんの前で披露できるっていう技術とそういう機会が恵まれたと思っております。ありがとうございます。ね、初めてだというお話ですけど非常に完成度、ね、はい、高かったんじゃないかな。ありがとうございます。でさらに、ね、照明がまた、ね、素晴らしい演出でちょっと照明さんの方にちょっといろいろお願いを言ったりとかもしました。うん、ね、すごく効果的だったと思うんですね。はいはい、そうです。鍋屋さんは今回コースのイベントというのは初めてですかね、これ、ね、出られるのね。そうですね、はい、そうですよね。はい、うん、でさらに、ね、こういう、まあ、ダンスミュージック系ですか、はい、で普段はそういうのを作ってないということなんですが、そうですね、普段専門でやられている音楽というのはどういうものですか。普段 の、主科レッスンといって先生と一対一で対面でする授業では、映像に音楽をつけるフィルムスコアリングという技術を磨くために日々精進しております。そうですね、はい、まあ、それはそれでまたね、まあ、音頭桶とかね、ああいう企画もありますからね、はい、そちらの方もぜひね頑張っていただきたいですが、はい、まあ、今日見せていただいたらぜひね、ぜひこういうダンスミュージックも、ね、写真も撮ってましたからすいませんとても適応性があるんじゃないかと。外部には流出しないので、はい、ご了承ください。 SNS にじゃあ、はい、写真をね、あ、いいですか、いいですかね、あ、肖像権とか大丈夫そうですか、はい、大丈夫ですかね、すいません、はい、それではね、また、はい、ぜひこの、ね、イベントにも参加してください、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ナビアさんでした。はい、それではですね、本日のプログラム最後になりますが、スリーアイズの皆さんのパフォーマンスですね、こちらは演奏前に少しお話を、ね、聞いていきたいと思います。はい、まずスリーアイズ3名なんですね、当然ね、これはね、まず私の皆さん右側ですね、いらっしゃるのが斉藤優香さんですね、そしてあとは大野隆弘さんね、で、ステージ上にはいらっしゃいませんが、ヤン・チョウミさんですね、こちらの3名ということになります。まず簡単に役割をお話しいただいていいですか。そうです、はい、どうぞ。はい、ボーカルを担当いたします斉藤です、よろしくお願いします。DJ を担当します大野です、はい、でヤンさんはご担当は何になるんですか。はい、映像をお願いしました。そうなんですね、はい、そうするとじゃあ役割というのは結構ちゃんと分かれている感じなんですね、皆さん。そうですね、なるほど、はいはい、そうしましたらこれからやるパフォーマンスは大野さんが、まあ、そちら DJ というかそういうことをやって、斉藤さんが、まあ、ボーカルということですね、はい、で今回作曲はどちらがやられているんですか。基本的にはもうあれか、作曲は4曲あるんですけども、前半の後半の2曲がまず斉藤さんが担当して、前半の2曲は1曲目はリミックスっていうことで僕がアレンジで、2曲目については斉藤さんが作曲というかアイデアを出してもらって、それをもとに僕が音サビとかを作るということで、まあ、2作目については共作になってます。なるほど、ね、実はお二人は、ね、昨年デジタルアーツこれ出ていただいて、それぞれ違う、ね、グループというか組で出ていただいたんですがね、今年は二人でこういうね、まあ、二人とか三人ですかね、ユニットを組んでいただいたということで、それぞれの特徴がじゃあ現れたステージになるといいですね。はい、分かりました。それでは、ね、準備があると思いますので、まずついてください。はい、お願いします。はい、それではですね、こちらのスリーアイズさんのパフォーマンスをもちまして、今年度の専属デジタルミュージック&アーツプロジェクト2022ですね、終了となります。皆様には今日8組の
パフォーマンスをですね、お楽しみいただきまして、またスタッフ学生の頑張りなどですね、感じ取っていただけましたら幸いでございます。そして年明けの2月には、先ほどから何度かお話が出ていますが、ミュージックデザインシンフォニックオーケストラというイベントがございますので、こちらもですね、ぜひまた配信の方でお楽しみいただければと思います。それでは本日ご来場いただいた関係者の皆様、そして配信をご覧いただいている皆様、本当にありがとうございました。それでは本日最後のパフォーマンスになります。スリーアイズの皆さんです。お願いします。意味なくない。
3 Eyes です。よろしくお願いします。次の曲は皆さんに、お願いしたいことがありまして、手拍子を、協力していただきたいと思います。ちょっと真似してみてください。ありがとうございます。それでは、次の曲に行きたいと思います。ブルーペッパー。神様は神様のような曲だった。クラッとぐらついた脳に染みついた。あの頃を追ってった。結果はプライドの持ち腐れだった。結局感情は成仏しないし、報復も全部しないで終わり。凡庸な脳内はちっとも変わっちゃいなかった。忘れないで、怪我さないで、地肩持ってすまないね。這い上がって、成り下がって、嘲笑って狂ったフェノム。舞い上がって、成り下がって、泥を飲んで吐き戻して。見捨てないで、見捨てないで、見捨てないで、最低だな。たとえ君が憧れだってさ、ジキルの耳が許さないから。あの時の感動の取り戻すためには思い出して祈ってね。神をすり抜ける衝動、神をすり抜ける感動、神をすり抜ける劣等。神様は人間だってさ。神をすり抜ける衝動、神をすり抜ける感動、神をすり抜ける劣等。あの人は人間だったな。超えるのが礼儀、平気でそんな正義振りかざして。正義がまだまだ足りないな。はたまた生地さえた玉のせいか。あの人の化けの皮を剥いで、肩にはめてジャンルの合いびき肉。慣れの果てが半端、誰かのせいにしてつまんな。怒らないで、怒らないで、悲劇ぶってすまないね。はいままって、血を吐いて、嘲笑って狂ったけども。燃え上がって、盛り下がって、泥を飲んで吐き戻して。見捨てないで、見捨てないで、見捨てないで、最低だな。たとえ君が憧れだってさ、自分の耳が許さないから。あの時の感動の焼き直しにすがり死んでって祈ってね。神をすり抜ける衝動、神をすり抜ける感動、神をすり抜ける劣等。神様は人間だってさ。神をすり抜ける衝動、神をすり抜ける感動、神をすり抜ける劣等。あの人は人間だったな。神をすり抜ける衝動、神をすり抜ける感動、神をすり抜ける劣等。神様は人間だってさ。神をすり抜ける衝動、神をすり
抜ける感動、神をすり抜ける劣等、あの人は人間だったな。ありがとうございます。次が最後の曲になります。感情は成仏しない。なあ、昔話はもう飽きた。そう開いた心の穴が残った。私が何を言ったって君は振り向いてくれない。善人が報われるおとぎ話に頼ってた。成長中どこに侵されたやつさまよってた。脳内大俳優園地になり漂ってた。ハッピーエンドに走る自分に漂ってた。どうせ誰もいない愛なら意味がなくなってしまう。成仏しない成仏しない成仏しない。感情は成仏しない成仏しない成仏しない。感情は成仏しない成仏しない成仏しない。感情は成仏しない成仏するのならその程度。君の相手はもう飽きた。脳みそは変わらないってもんだから、私もバカじゃないからさ、そろそろ終わったっていいでしょ。善人が報われるおとぎ話に頼ってた。成長中どこに侵されたやつさまよってた。脳内大俳優園地になり漂ってた。ハッピーエンドに走る自分に漂ってた。受け止めてくれない愛愛なら意味がなくなってしまった。ここからも出してよ手を折りの中つぶやいても。はあ、感情は成仏しない成仏しない成仏しない。感情は成仏しない成仏しない成仏しない。感情は成仏しない成仏しない成仏しない。感情は成仏しない成仏するのならその程度。感情は成仏しない。ありがとうございました。